2018年3月8日17時57分日本サッカー協会は8日、東京都内で理事会を開いて役員改選に伴う人事案を討議し、岩上和道事務総長、65、の副会長への昇格や、前女子日本代表監督の佐々木則夫氏、59、の新理事就任などを承認した。24日の評議員会で正式決定し、2期目を迎える田嶋幸三会長、60、の新体制が発足する。専務理事にはドミノピザジャパン代表取締役の須原清隆氏、51、がつくなど、新任の理事は計10人。川淵三郎最高顧問、81、は相談役となる。現副会長の岡田武史、馬淵明子、赤須陽太郎の3氏は退任する。副会長の残る2枠と事務総長の後任は未定で、今後も選定を続ける。今、あなたにおすすめ。